背景です。今回はマジで大ピンチ、岡田将生、まずは試合に出たいということでですね、今回は選手紹介企画第2弾、岡田将生選手について話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではですね、話していきたいと思います。岡田将生選手です。まずはプロフィールから見ていきます。1989年6月30日生まれ、奈良県出身、身長173cm、体重80kg、右投げ右打ち捕手、2013年ドラフト6位で社会人卒11年目のシーズン迎えます。はい、続いて昨シーズンの成績見ていきたいと思うんですが、まあ、1軍2軍ともに出場なしということでした。まあ、一昨年、昨シーズンと2年連続で膝の手術を行い、まあ、ここ2年間1軍での出場試合数はたった1試合のみ、昨シーズンに関しては2軍も含めて全く試合に出場することができませんでした。で、今シーズンはね、やっぱり試合に出ていきたいというところではあるんですが、まあ、未だにまだね、イースタンリーグも含めて全くね、実戦復帰することができていないということなんですよね。まあ、ブルペンキャッチャーとしてね、一応こうピッチャーの球を受けたりとかっていうのはしてはいるんですが、まあ、試合に出るっていう段階まではまだ行ってないのかなというところです。で、今シーズンからですね、まあ、ベテランキャッチャー炭谷銀次郎選手も、まあ、チームに帰ってきたというところ、さらに昨シーズンは古賀選手が急成長で、あとは古市選手、牧野選手、コレサー選手など、まあ、有望な、ね、若いキャッチャーっていうところが、ね、たくさんいる中、まあ、しかもね、契約から復帰した次選手もいるという状況になっております。まあ、とにかくですね、キャッチャー陣のレベルだったりとか、まあ、結構やっぱりね、高くなってきている、層が厚くなってきているっていうところがありますので、なかなかやっぱり岡田選手の立場っていうところ厳しくなってきているんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、でしかもですね、今シーズンは3年契約の最終年ということで、まあ、本当にもう今年ラストチャンスになりそうな感じなんですよね。まあ、1軍に食い込むっていうところはね、容易ではないとは思うんですが、まあ、まずはね、本当に1軍とか2軍とかっていうよりかは試合にまず出場していきたいっていうところですよね。まずはね、そこをやっていかないと、まあ、何も始まってこないというところですので、なんとかね、まずはこの試合出場っていうところを実現させられるように頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ、岡田選手はですね、まあ、本当にね、かつてはまあライオンズのこうムードメーカーというか、まあ、チームを支えてくれていた存在だったんですよね。まあ、ベンチでチームを盛り上げたりだとか、まあ、時にはね、やはりこうスタメンで出て、まあ、ピッチャーを引っ張ったりだとか、まあ、あとはね、勝負どころで、まあ、送りバントを決めたりだとか、まあ、本当に頼りになる存在だったかなと思います。まあ、森友哉選手がね、まだキャッチャーとしてこう未熟な時は、まあ、岡田選手がね、結構その森選手のアドバイスをして、まあ、支えていたっていうこともありましたし、まあ、本当にね、岡田選手の存在感っていうところは、まあ、ベンチにいるだけでも大きいと思うので、まあ、なんとかですね、試合に出れるような状況までまずは持っていってほしいなというふうに思うし、まあ、復活にね、期待をしていきたい部分かなというふうに思います。岡田選手の復活期待していきましょう。以上です。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も埼玉西武ライオンズの最新情報や考察解説をお話していきます。少しでも動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ツイッターも毎日更新しておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございました。